皆様こんにちは。動画をクリックしていただいてありがとうございます。ミュージカルモンテクリスト博に出演します、ジャコボア役の岸裕二です。私が演じますジャコポ、女海賊ルイザの手下だったんですけれども、モンテクリストと出会ってから、まあ、ある種友情が芽生え、モンテクリストの復讐を支える役ということになっておりますね。はい、まあアクションが今回多々あるということで、その辺をちょっと楽しみにしております。それから、石丸幹二さんとはエリザベート以来なので、がっつり今回お芝居の方でも絡むと思いますので、その辺をかなり楽しみにしています。薄着で良かったなと思います。今まで30シーとかですね、まあ、エリザベートもそうですけど、だいぶこうコート2万とカーテンみたいなのを着るみたいなぐらい暑かったので、まず最初の印象としては薄着で良かったなと。これでアクションするわけですから、かなりかっこよくできるんじゃないかなと思ってます。はい、動画をご覧の皆様、私をポチッとしていただきましてありがとうございます。ミュージカルモンテクリスト博、まあ、曲がね、なんといってもワイルドホーンですよ。それから演出が山田和也さんですよ。まあ山田さんに関してはだいぶ自由にやらせてくれそうなので、まあ石丸さんと自由に暴れ回りたいなと思いますので、その辺も楽しみにしていただきたいと思いますが、要はその人間が復讐、自分の人生をかけて復讐に臨むというところ、それから自分の生きるということに関して、命をかけるということをはっきり描けたなと思っております。ではミュージカルモンテクリスト博、劇場の方にぜひ足を運んでください。どうもありがとうございました。